お、まあ、了解ですの GIJ なんですけど、了解です GIJ で、動画晒したら、なんとマム君がそれでコメント書いて、マム君が、なんかね、ヘイト書いたら、で、アムロ君が、腕隠しのカスが喋んじゃねえみたいなこと言い出して、腕隠しエクリプスが喋んじゃねえと言い出して、で、4割同士の腕隠し VS、4割腕隠しの、対戦です。どっちが本当の腕隠しできてるか。で、ちなみに負けた方は腕隠しに負ける最弱な？みんなおもちゃ見つわけかたる？らウキウキやな。わかる？負けた方は腕隠しに負けたさらに雑魚。といったところでいきましょう。早く試合入れよ。 試合、1試合目、マム VS アムロ、どっちが本当腕隠しか、いってみましょう。ちなみに相方は逃げてな。相方君逃げたな。4割同士の罵り合いな、これ。おめえが腕隠しだろ、黙れやっていうね。お前が腕隠しやろうが、黙れやっていうワイね。はアムロ君のファンだぜ。プライドをかけた4割腕隠しのタイマーです。見てみましょう。ちなみに相当プライド高2い人とよ。も頑張れ。最初アムロ君見よっか。やっぱりこのチャンネルの、このチャンネルの主役といえばアムロ君なんでね。頑張れアムロ。シャイニングフィンガーで、マム君はパーフェクどっトちがどっち？ピーセルフを選択している。アムロ君はターン X を選択しているが、しょうもない、おっと、しょうもない、あれがつ うるせえな、無駄な無駄だって。 おっと、しょうもない牽制が続いているが、レベル低い。 お互い力切れすぎて笑うショー。なんかどっちもビクビクしどってちないも腕ね。が出る機体だな。なんかさ、獅子分裂アムロ。煽りやすのに何やさ、こなんかれ。どっちもビクビクしてアない。バランチ体操。ねフッ素地味。え、なんかどっちもビクビクしてない。いや、まあ格闘の間合いだったけど、どっちも振らねえけど。あんだけ煽り合ってさ、ネットではさ、一気打ちでしたじゃん。ね、ネットではさ、お前腕隠ししてんだろって言ってゆっさ、くりの戦い。相当チー牛フェイスでさ、煽り合っこたれじがゃん。先なん？これ41先、メートルの剣持ったフェンシングやん。4割4先だ怠から。慢で間違え T セルフざむい。4割4なん先かなん地味で。だな。堅実やね。まあ、怠慢なんでね、堅実。ちなみに、え、スコアこ勝ちれな。初心者同士の戦い？腕隠しっていうのは上手くないのにクソキャラとかで6割取ってるやつのことを言うのであって4割は腕すら隠せてないただの雑魚くらどちらも隙がないねえ、ま4だ割違いはがあるな腕すら隠してないっこて、れなんかザコプラっていう TGT プでラザしリょアン様からゲ今ありームでがもたい陰キャ出すなよありがたいコメント来たんですけど ねえ、このチャンネル煽りしかいないんだけど、どういうこと？ねえ、レバーす特ごい写と CS のギャップ煽りが込めが違うかすしごら。い。ゾリアン W、腕すら隠せてないさプくラっら、ていう名言で草。名言来たよ。とんでもねえ煽り来たよ。そもそも4割時点で腕すら隠ってねえザコプラって。やっぱエッジ効いてるね、このチャンネルの煽り。最高だと思うよ、マジで。自覚してるから許してくらさん。おっと、これメインサブメイン当て低音でて、殴ってくさ。相当いい勝負だ。なんで下かく使わないんだろう。でもね、相当いい勝負なんですよ。おっと、おっと、下げおっと、倒腕すな隠のに。し？腕下隠W、し？腕隠気のし？せいおっでと、草。腕隠し特殊だから、おお、気持ちよくなってる！そう、真理でもある。アムロ君ゾが気リア持ンにちよなくっなってていいて、の？下げ段他しのている。 CS と特殊何にもないので当たってる時点で何今の？いい勝負すぎ。今当たり要素あった？アップルくんここで覚醒、お互い入っていくか。おっと、4割覚醒対戦が始まった。スーパー覚醒対戦が始まったが、4割の覚醒が、4割メインが始まってる。4割メイン連打からの、おっと、4割メイン連打からの ちょっと戦況が怪しくなっているが、しゃげ直して気持ちよくなったが、アムロくんどうする？アムロくんどうする？4割フィンガーからのサブ当たって、おっと、腕隠しのエクリプス型煽っていたが、P セルフは普通に腕が出る普機通が一体で番は治っあるてが、る。どうする？どうする？ P セルフは腕が出る機体で、ターン X アもムロまあ君腕のは出考るが、えどうする？伝わる方が
ここでシャイニングフィンガーからの前トックで馬ぶっているが、もともとない腕を隠す。確かに覚醒で何も起きてねえな。おっと侵略の4割だよっつって侵略の4割やってこれ GGGP っすよ。おっとこれ今のところタイムアップ、多分アムロ有利か、アムロ有利より見えるが、なんかさ4割衝撃の4割だよ。どっちだ、はい、とりあえずアムロ1な。今さアムロさちょっともうちょい攻めようよ、あんだけ引き散らして。アムロ君は今コメント欄が将軍様大丈夫、コメント欄に顔真っ赤になってますコメント欄で寒いし休んじゃねえっつって煽りまくって顔真っ赤になってます次マム君見てみようか。これガン攻めした方が負けるから難しい。アムロ俺のリア友の分派にクソ切れてたよ。アムロ君ね相当今顔面トランドムしてますね。コメントがヤバすぎて今トランドムしてます。しょうもねえし休んじゃねえっつって煽られまくって顔真っ赤ですね。アムロ君熊さんと変わらんやん確かにアムロと手間の違いってなんだろうな、ちょっとわかんねえな。同一人物説を押す。偉人は心が寛大ですね。同一ちょっとフルセーバーに引き返す。フルセーバーってん戦力を削減、引き返してにも言えるが、タイモとランザムしてる。軍派君に一体何が、同一人物フルセーバー君あのもうちょい攻めた方がいいんじゃないですか。もうちょいなんか、言われないゲームしよう。おっとしっかりと前とこからストック当てて置き攻めができてない置き攻めができていないのが気になりますが、偉人を舐めないで赤いハート将軍様聞いてください。おっとこれが腕隠しコンボか。腕隠しコンボはしっかりとサブで締めないっていうのがいいっすね。あんだけ煽り合ってんのに、あんだけ煽り合ってんのになんかやっぱりプレイは4割なんだよな。なかなか、おっと覚醒して、おっとフォトントロピードが量子化したが、おっとアフラ君、え何今のしょっぱい死に方。アムロ、アムロ君嘘だよな、そんなしょっぱい死に方する。アムロ君、アムロ君、アムロ君、アムロ君嘘だよな。すごい落ち方。アムロ君格落ちか。個人的にはマム君のが組みやすい。アムロ君シャゲダンしろや。線香花火コンボかおぼつかないサブだけで150減ったら今あんな減るんだ。アムロ君嘘だよな。敬意が足りない。おっとスカシコの下アムロ君がまさかのスカシコ、あとシャゲダンしない、あれあれシャゲダンしない、敬意できないんだよ、敬意示さないの。しかししっかりと置き攻めしてる。マム君間違えつまんね。おっとストックが当てて格闘コンボ決めた。わかんなくなってきた。アムロ君が気持ちよく突っ込んでた。アムロ、ちょっと待って、あの覚醒2回目は、覚醒2回目は、4割、覚醒2回目は、ちょっとごめん、覚醒2回目どこ行った。アムロ覚醒、あの2回目入った。すっげえ煽ってんだこいつら。すんげえ煽り。俺は口近いアムロさん信じます。もう君が言ってることが真理だわ。相当煽ってるぜ。これやばいよ。気持ちを切り替えまして全力で楽しみましょう。というわけで次リボンズ、アムロ君のリボンズ見ていこうか。見学者も楽しい。落ち着いてほしい。相当煽ってるよ。覚醒も使えんくせに何がニュータイプや。悪化系コメントやな。ちょっとコメント連打やめて。ちょっとあの通信連打やめて相方。
それ通信うぜえからやめて、気が散るから通信ネタ禁止な。本当にあったけ、さすがにリボーンズガンダムだと勝つんじゃねえか。このチャンネルの視聴者か、次のおもちゃ見つかったみたいやな。いつもこんな荒れ方してるんですか。あ、こんな荒れ方なんてまだぬるい方っすよ。むしろもっと荒れてほしいもん。このチャンネルは荒れるのが一番楽しいんで、こんな荒れ方なんてぬるい方っすよ。ミニアムロの機体乗らないのに確かに通信うるさい。こんな荒れ方なんてぬるい方っすよ。ガンダムなんてあれのが多分、おっと特化が当たって、アムロ嘘だろ、アムロ嘘だろ、アムロ最強艦のリボーンズガンダムの熟練度マックスで負けるピーセリフ嘘だ、アムロするともっと荒れるよ、アムロ嘘だろ、荒れるイコール祭り、アムロアムロアムロ、お父さんようやくサブを当てたが、ようやくサブを当てたが、あーマム君勝ちだわ、アムロえ落とせガーガー、荒れてから本番じゃない。でもアムロ君もこれあれじゃないの、相当もう奥の手でリボガンの方が上手いかも。マムさん強気や、その代わりに声優一緒のリボ乗るのね。お父さん声優は一緒ね。しょっぺーな物騒な当て方なんか物騒な当て方、全体的にしょっぺーな。腕隠せてないよ今んとこ。おっと腕隠し、え CPU の方が面白い試合しそう。今のところ腕隠せてないけど大丈夫。アムロあんだけ生きてんのに保存しないんか。あんだけ生きてたのに、ね、あんだけアムロ面白いのでチャンネル登録します。アムロありがとう、さっき VAVA ありがとう。アムロ嘘だろ、腕隠しがガサブが出たね。腕隠しできてないよ、もっと腕隠してこう。リボって難しいんだな。これはボコボコですやん。なんかズダとエフェクター交尾始めてるわ。求愛求愛してるわ。求愛行動してたわ。俺の漫画剣頑張れ。熱波でイライラしてるの伝わってきてくさ。全然腕隠せてないじゃん。ボトントルフィード食らった後の熱波でため息つきながら手が仰いでそう。仲良しはロタ。攻めママとかあればワンちゃんやるくら。ガガしかしてね。ターンオーブするのに必死で隙さらしてますやん。おっとサーブ当てて。私も万馬券仲良さそう。嘘だろ、これあと6試合見んのかよ。仲良し音符、これあと6試合見んのかよ。嘘だろ、4先4割っていうこんなぎこちないジョークでやったけど、4割4割っていうジョークでやったけど、いや熟練のマックさんでバカにしてください。これ覚醒吐きますよ、見てください、見てください、覚醒吐きますよ。ほら覚醒吐いて、恐れたま逃げたま、その自由は君たちのものだ、からのからの当たらない距離でサブを巻いて、おっとか、え勝ち筋なくなっていく。勝ち筋がなくなっていくように見えるわ。ええおっと、まさかの生き残った。ババ君うまかったんやな。ババ君確かにこれ見るとババ君うまく見えるね。しかしでも、えアムロアムロ、ええタイマンで間違えか、ええアムロ1マムミ、アムロ、破壊した3枚モニター破壊した4割のプライド勢、腕隠しプライド勢の戦いです。最高です。このチャット欄でアムロ君を一番急殺ってやつタイマンとかと面白そう。一番ムカついてやつ最後指名してほしいよね。最後さ一番ムカついてやつさちょっとさ出してほしいよね。アムロ君見てえわ。次アムロ君か、アムロ君見よっか。おっとしっかりと攻めているか、おっとうまい、しっかりとメインから、えっクソコンボやめない。しかし生状態になったか、生状態でも攻めている。顔面トランザムしているか、もしかして少
少し顔面トランザムしてるように見えるが、マントはついてるうちは全部ガン攻めしているが、ガンダム勢ってモニター破壊するのが流行りなの？あ、モニター破壊はデフォっすよ。パンチで壊れるモニターあるハルト俺とやるよ。なんでピンセルフしか使ってないの？他のはこんな雑魚のパンチで壊れるモニターあるっていうコメント超面白い。リボガンとかユーマチ、ゲイの象徴みたいな期待するポイントやの発言はダメやろ。ねえ、コメント欄の煽りさ、えぐくない？こんな雑魚のパンチで壊れるモニターあるってさ、クソみたいな煽り込み来てるよ。許せんのかアムロ、お前こんなおられて。あ、こんなおられて許せんのか。今日キレッキレ。アムロはなんか肩かい方になってるし、なんか肩かい方になってない？ちょっとひよってない？小学生の方が強そう。ちょっとひよってない？肩かい方でこれ肩かい。ずっと床を見てんじゃん。モニターにしか勝てない男。おじさんたちが大学生の若者煽りまくってるの笑うショー。モニターにしか勝てない男。窓ガラス割ったことはないですよね。モニターにも負けてるんだよな。大ちゃんにお風呂入ってました。今どんな感じですか？少子化の理由。モニターにしか勝てない男っていう、なんか AV みたいなさ、AV みたいなタイトルつけられてる。モニター壊れてて画面見えてない説。AV みたいなタイトルつけられてる。モニターにしか勝てないはツボ W。 サングサモモリン臭いよ。モニターにしか勝てない男だし、モニターにも勝ててないよコメント欄。コメント欄が一番面白い。 W 負けたらモニターに解明ね。いちいち煽るな。モニターに分からせ。負けたらモニター破壊魔に解明しろ。モニターにしか勝てない男に解明しろ。アムロ、お前もアブロなんて名前もうダメだよ。モニターにしか勝てない男に、モニターにしか勝てない男に解明しろ。そう、アムロ、アムロ古黒です。今んとこいい勝負をしているように、なんで戦い方ね。なんで戦い方、絶対了解方の方がいいでしょ。Pセリフ間違えしてんだからさ、了解方で突っ込んでさ、そっから切れたら逃げないじゃん。どうせ間違えすんだからさ。もっと覚醒して、もっと格闘、生格闘を決めて、どうする？格闘を決めて全然解放しないが、絶対に笑ってはいけないコメント欄できそう。カットシリーズ、あとこれもしかして業界法を貯める気か？言っても自分で腰振らないような引き芸やめてもらっていいですか？ここから業界法を貯める気か？はい、というわけでタイムアップで勝ったのはマムくんでーす。あ、待って、エクリプスでお前腕隠ししてるじゃんって言われたんだよ。ってことはさ、やっぱりエクリプスで決めるよな、最後は。今頃そうだよな。お母さんに八つ当たりしてそう。ディーセルフアクター。やっぱさ、エクリプスで腕隠ししてるって言われたんだからさ、それはエクリプスで最後は決めるよね。やった。というわけで、ここで、満を持してエクリプスが出てきたが、最後エクリプス、アムロは何使う？WWWWWアムロ何使う？ここでニューガンダムとか来たら褒めたいね、逆に。タイマン弱えもんめくり。最終決着。これ腕隠しエクリプス。まあエクリプス対マンする期待じゃないけど、 X1 とフルクロなしね。これで勝ったらめっちゃ面白いじゃん。アムロ君クソブザマ、本当にニューガンダム使ってきた。マム君黙って使う。タイマンでエクリつらそう。タイマン弱えもんめくり。アオリアムロさんじゃないがメインなの。ここでアムロさんが逆転するのにかけてます。タイマンエクリで分からせたらもうなんも言えんで。フルセイバーかな。相手弱いからエクリに勝てるよ。
おう、乳がん来たくら。これはいいっすね。まさかの最後に乳を使ってきたが、どうする？大丈夫なの？結構乳使ってるんやね。腕隠しエクリプス対ニューガンダムで大丈夫？相当かぶせてきたが、相当かぶせてきたのに見えるが、どうする？腕隠しエクリプスと煽っていたアムロ君、これで負けたらまずいぞ。これで負けたら本当に恥ずかしいぞ。おっと、やっぱり相性が相当やはり悪いように見えるが、これはさすがに相性は悪いですね。かぶせてきましたね、アムロ君。なかなか汚いプレイをして、おっと、引きゲームアムロ君が引きゲームを展開している。バリアたまるまれたの引く流れですね、これは。多分来た、イキリバリア来たよ。イキリバリア来たが、イキリバリアをちょっと諦めて逃げたが、まあ極限してからが本番なんでね。え、何それ、え、何で避難した今、何で避難した、今何で避難した、ここで極限待ってくれるの優しいね。え、なんでそんな、なんでもっとガンデルしないの。いや、多分第2のうちに、え、アムロ、え、何してんの、アムロ、え、どうした、アムロ君、絶対マム君がエクリにしてニューにしただろ W。 え、ニューガンダムで被せて負けることなんてある、嘘でしょ。バリアについて食らって負けてしまう。おっと、しっかりと縦格闘で芝居た。うまいね、今のうまいね。全然腕隠ししてなくない？むしろさ、え、待って、ごめん、ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、むしろこれ腕隠ししてるニューガンダムじゃない？この組み合わせで。え、ごめん、ちょっとごめん、あのさ、煽りとか僕好きじゃないんですけど、逆に、これニューガンダムかぶせてきたじゃん。これ、エクリプス見てさ、ニューガンダムかぶせてきたじゃん。え、どっちが腕隠してるっていう話になんじゃ、なんないこれ。ごめんね、これ。僕の感想なんですけど、え、どっちが腕隠してるのってなってくるじゃん。ごめんね、そういう話になってこない。ガンダムの力は欲しいと、ステップでめっちゃ受けてるぜ、弾。ということで、覚醒を、アムロ君、嘘だろ、アムロ君、腕隠そうよ。アムロ君が、おっと、ミサイル死んでくー。あんだけ煽ったのにまさか負けるのか、ニューガンダムかぶせて負けるのか。腕を隠せていないぞ、どうする、腕を隠していないぞ。おっとっとっと、エス学生で畳みかけている。完全に腕負けして置き攻めを食らった。おっと、ギリギリ食らっていないか。一瞬でバリア剥がされて、おっと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 と、まさかニューガンダムでかぶせて負けるのか。アムロ嘘だろ、アムロ嘘だよな、アムロ嘘だよな。自分から煽っといて期待かぶせて負けんのか、嘘だろ、嘘だよな、嘘だよな、嘘だよな。一回バリアなくせたのはでかい。これ負けたら恥ずかしい。特殊が当たらないが、ちょっと難しくて見ていられない。アムロ嘘だろ、アムロ下げ弾しろよ。次お天とアムロ対マンやね。おっと、横角とぶち当てて、タイムアップになるが、多分マム君有利と思われる。コストラマム君有利でしょ。なんで攻めないの？あ、なんで攻めないの？ごめん、なんで攻めないの？時間見てる？ね、なんでその覚醒ね、遅いよ、アムロ君、マム君の勝ちですから、なんで状況見てないの？はい、というわけで、はい、アムロ君のバチガチです。アムロ君のベロ負けです。本音漏れててくさ。はい。数戦するだけ、マム君の圧勝です。よし、解明しろ。はい。私高校生なの。マム君の終わった。爆ガチです。万馬券が紙になった。申し訳ない。悲しみ。